ートレース浜名湖の6日間シリーズ SG 第53回ボートレースクラシック、今日は開催の2日目でした。1日穏やかな水面でレースが行われた今日開催の2日目もラストカードを迎えます。第12レースは予選競争、対戦メンバーの6名です。1号艇には松井茂、2号艇魚谷智之、3号艇桐生純平、4号艇白井英二、5号艇には森高一馬、そして6号艇羽野直也です。このレースダントツの一番人気に押されました。絶好枠で登場です。1号艇松井茂の陰線、そして2コースに2号艇の魚谷智之、さらに奥へとボートを流して続く3号艇の桐生純平。桐生はここまで手堅く船券絡みの成績が続いています。シンペラで登場となりました4号艇の白井英治、森高一馬が5コース、サイアウト6コースすでにボートを下げているのが羽野直也、1、2、3、そして4、5、6枠番通りの3対3、助走距離をいっぱいにとって4号艇角に白井英治、迎え撃つインには松井茂、人気は松井から中枠の2人、桐生純平、白井英治、さらには魚谷智之。12レースはインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。予選競争12レーススタートしました。内側3艇好発進です。1番、2番、3番とあっという間の押し切り劇か。1号艇の松井茂、2コースから2号艇の大谷、そして真ん中幕出し入るか。3号艇桐生純平、しかし届きませんでした。先頭を押し切った1号艇松井茂で、2番手が3号艇の桐生純平、内側から4号艇の白井が迫ってくる。さかなく5番と6番続いて2枠に向かっていきます。12レーススタートは正常でした。2着争いは最内から6号艇の羽野直也、外を待って4号艇白井英治、内へ切り込んでくる3号艇の桐生純平も、外を待った4号艇の白井英治が2番手で、3番手が3号艇桐生純平。上位体系は1番、4番、3番、桐生の外から羽野直也、内側から森高一馬、3番手争い二重の内マーク、迫る5号艇の森高ですが、溜めてさしていく3号艇の桐生純平、羽野直也がその内側を狙ってバックへ入りますが、しっかりさばいた3号艇桐生純平3番手、上位体系は1番、4番、3番です。その後ろは守護天使水が空いています。4番手争いが6番と5番、内側が羽野直也、外に森高一馬、最後方2号艇大谷智之です。2周2マークからホームスレッジへ続々と帰ってきています。3番手の桐生に迫ろうかというのが6号艇の羽野直也、また桐生に迫ってきました。さあ3番手争いわずかに外、判定勝負のリードを取っている桐生純平、なんとか舳先を残したい6号艇ですが、これをかぶせにいく、ねじ伏せにいく3号艇桐生が先に回って、小回りで6号艇羽野が追いすがりますが、3番手はアウト側から3号艇桐生純平。上位体系は変わらず1番4番3番、ただ諦めず3艇審査、6号艇の羽野がもう一勝負。真後ろから外へとボートを開いていった6号艇の羽野直也、最終ボーダーの3番手は3号艇桐生が先回り、6号艇羽野、ここは外へと追走する形から、どうやら3番手は3号艇守った。先頭1番松井五輪、2着4番の白井、3着は3番桐生が守りきりました。6番羽野、惜しくも4着、5着5番の森高、ラスト2番の魚谷五輪。